加東市にある遊園地で立体迷路の床が抜けて利用客6人が重軽傷を負った事故で、床を支えていた木材の一部に腐食が見られたことが分かりました。警察が昨日現場検証をしたところ、落下した部分の床を支えていた木材の一部が腐食し折れていたということで、腐食が落下の原因となった可能性もあるとみて因果関係を調べています。園によりますと、立体迷路の点検は毎日行っていたということで、警察は今後業務上過失傷害の疑いも視野に、施設の管理体制に問題がなかったか調べる方針です。